今日は定という字を書いてみましょう。まず一画目、一画目は縦の中心の上の方、ここに短い縦角を書きます。二画目は一画目の書き終わりを通る横角を書きます。この横角は縦の中心に対して1対1になるように書いていきましょう。三画目は二画目の書き始めと同じ位置から始まって左払いします。四画目はこの辺りから始まってなるべく横に寝かせた左払いを書きましょう。五画目は四画目の払い終わり、ここから縦角からの跳ね上げを書いていきましょう。この跳ね上げる場所は二画目の左払いよりも上の位置で跳ね上げましょう。六画目は五画目のこの辺りから少し右上がりの横画を書きます。七画目は四画目のこの辺りに触れて最後跳ね上げます。この跳ね上げるところは五画目の跳ね上げる底辺のところと揃えて跳ね上げていきましょう。八画目はこの辺りから横画を書きます。ポイントとしては縦の中心はしっかり見ながら書いていきましょう。一画目を縦の中心しっかり乗るように書いていきましょう。そうすることで二画目も中心に対して1対1に書けますし、この辺りこの宇治という字も中心が取りにくいですけれども、しっかりと左右対称になるように書いていくことができます。あとはこの角は右上がりになるように書いていくことで、四画目の払いはなるべく寝かせるように書いていくことで、ここの中でこの左払いのこの中で全部収めて書いていくことが簡単になるので、これが立ててしまうとどうしても間延びして下に下がっていってしまうので、ここの左払いを寝かせるように書くのが一番のポイントです。